はい、毎度でーす。手曲げ。今回手曲げです。メッキがですね、非常に綺麗なのと、あと、チェーンの溶接目が、まあまあ、はみ出してないっていう、まあちょっと、ボコッと出てるところは、ご愛嬌なんですが、まあ、綺麗ですね。うん。で、この足の部分なんですけど、若干っていうか、目立つところは目立つかな。このスポークを手曲げするので、ここにですね、跡がついちゃうんですよね。ついてるんですよね。少しね。で、まあ、その上からメッキをかけてるんで、そこから錆びるということはないですが、まあ、ステアリングも、フロントウィンドウから見たときに、汚くないように、こう、つくわけですけども、今回裏側の傷がそんなにというか、ほぼほぼ皆無で、いい感じに仕上がっておりますね。これもかなり、もちろんのことはもちろんかもしれないですけど、イボイボが、スパッタがない状態です。で、やっぱりね、ここね、それからあと、こっち側も、へこみが、うん。ここですね。わかりづらいな。実物を見るとわかりやすいんですけど。わかるかな ?2 箇所。そこに、こうやるとわかるかな。どうしても2箇所ついちゃう。これやっぱね、曲げる時の型枠をですね、金型を作るかどうかでまた金額がどえりゃ変わってくるんですね。ちょっとこれは考えなきゃいけないなと。よいしょ。これも、ちょっとわかるかな。少し、ここね、こことここが凹むんですよ。極力、ぬるっと削ってあげて、上から黒メッキをかけてます。あと、この、ま、ちょっと、ポチは、これ凹みかな?出っ張りじゃなくて凹みですね。裏側はすごく、綺麗です。ほぼほぼ。ちょっとここに一箇所へこみありますけど、これ出っ張りじゃないよね。普通の鉄の板をガンガン曲げるわけなので、そこに跡がついてしまうんですよね。それもあんまりハンドメイドだから気にしないよっていう人は、ぜひお求めください。裏側の溶接も、溶接目も、かなり、綺麗で、イボイボも、出ておりません。ということで、なんかサイレン鳴ってんぞ。救急車か。ベースの、あれかと思いましたよ。なんだっけ。警戒態勢。イエローなのか、オレンジなのかっていうね。レッドなのかっていう。レッドになったらもう大変ですね。そんな感じで。はい。そんな感じでですね。いい仕上げにはなってると思います。触っても、イボイボが出てないので、
まあその辺はすごくいいなと。スパッタはね全部見てもらってます。ただこのスポークを曲げるときにできてしまうこの内側のこのへこみですね、そこはねちょっとご了承いただくしかないかなと。まあだんだんもう10本50本100本と作ってる間に少しずつなんかこうやればいいんじゃないかなっていう方法はどんどん出てくるとは思います。ちょっとねまあこの辺はもう了承いただくほかないかなとは思います。パッと見すごくクロームがやっぱ綺麗ですね。でこれが従来の某ブランドのステアリングなんですね。やっぱね溶接目がね汚いんですよね。わかるかな。どうしてもねちょっとここ出っ張りすぎなんじゃないのっていうのがまあ何箇所というか結構あるんですけどね。これはうちで見本で、壁にドーンってつけてたんですけど、これももうヤフオクで売っちゃいます。ちょっと裏側傷あるけど、その辺はご了承くだっちゃいということですね。あとねこのやっぱクロームメッキのここの部分がねクロームメッキされてなかったりとかね、その辺はねもうねグランツじゃなしょうがないですよね。わかるかな、この隙間ここまでメッキされてないんですよね。ちょっとやっぱねそれで、あとはそのスパッタがねイボイボがブワーってついてたのがねそれがもう嫌でね、それを一個一個全部リューターでウィーンってやってやるんだけど、結局クロームも剥げちゃうじゃないですか。だからそこにまたそこから錆びないように鉄がむき出しになるわけなんで、イボのところを平らにするとそこにまたコーティングをしなければいけないんですね。またそれをまたドブ付けでもう一回クロームメッキするとすごい金額になってしまうんで、だもうやめましたね。もうアメリカ直からはもうグランツはうち撤退しちゃいました。まあしょうがないよね、そういう作りにしちゃって。でいやイボイボいっぱいあるけどっつったら何が悪いのっていう、そんなものを送った覚えはないみたいなとぼけるわけですね。これもちょっとねやっぱこれでもまあいい方だけど、やっぱ溶接が少しこれが少し傾いてたりとかねするコマもあるけど、これなんかすごくいい方ですよ。であとこれなんか少なかったんですよ。3箇所ぐらいしか出っ張ってなかったから、リューターでブイーンって切ってっていうか平らにして、そんでコーティング剤をうちの光記録媒体回復剤を塗って錆びないようにはしてるんですけど、まあそのイボイボがね、もう本当嫌になって、よいしょ。つうことでうちは今後はまあこっちの方がまだお安く提供できるしね、いいかなと思って、まあまあよほどじゃない限りはバリーンとはいかないとは思うんですけど、ということでまあ夏秋ぐらいまでは当分この形でいきます。でここのこのへこみを手曲げするときに、なんとか何かをステーかなんか当ててギューッと曲げてんのかな。まあ、ちょっとその曲げる時のそのやり方をちょっと変えなければいけないねっていう課題ができました。だけどまあ2万円を切る、今んとこ2万円を切るお値段なので、それだったら別にいいよっていう人はどうぞご理解いただいた上、お買い求めくださいということで、第6弾
まあ、6発目から、今回何個だ？50個だから、56発目まで、今回これで、いきたいと思います。ということでした。じゃあねー。